ここからはサザエさんが行くのコーナーです。やった瀬戸内国際芸術祭でにぎわう小木島にやってきましたよ。この芸術祭はやっぱり瀬戸内海の美しさがあってこそだよね。そうか。今回は海底ゴミとマイクロプラスチックの問題に取り組んでいる団体に会いに行きましょう。やってきたのは高松市沖の小木島。底引き網漁でかかった海底ゴミを中学生たちが見つめます。これだけの魚が取れた、と同時にこれだけのゴミが取れたんですよ。 何があるゴミ？ペットボトル。子どもたちに海ゴミの実態を知ってもらおうと10年前から活動を続けているのは、高松市に事務所があるボランティア団体、海森さぬき会です。毎年学校が夏休みの時期、県内各地の漁協と協力し、地元の子どもたちが海ゴミについて学ぶ機会を設けています。今年は高松市の高等中学校の生徒たちおよそ40人が参加。海岸の清掃活動の後に待っていたのは、じゃあね、この砂の中にマイクロプラスチックというプラスチックがあるかどうかを後で抽出実験するんで、それを回収します。はい、ここでプラスチックゴミが劣化して砕け5ミリ以下にまでなったものをマイクロプラスチックと言います。瀬戸内海の砂浜にもあるのでしょうか。早速実験。持ち帰った砂を食塩水に入れてかき混ぜるとマイクロプラスチックが浮かんできます。果たしてマイクロプラスチックは見つかるのでしょうか。虫眼鏡で確認すると、ありました、マイクロプラスチックです。これだけちっちゃかったら、なんていうかな、泡に見えるでしょ、水の中に入ったら。そうするとお魚さんがプランクトンと間違えて食べちゃう。まとめていってください。海ゴミの多くは川から流れ着いた家庭のゴミです。身近な問題としてみんなで考えました。まとめて大丈夫。こんなに小さいゴミが海にあったらなくすことも難しい。これをプランクトンとかと間違えて魚が食べてしまって、その魚を僕たちが食べているのでどうなのかなと思いました。未来を担う子どもたちへの環境学習を続ける海森さぬき会にサザエさんから表彰状が授与されました。僕たちの海を守ろう。